こんにちは。今日は2024年4月の9日です、えー。春本番という感じに、ねえー、なりましたね。 え、まあ、最近だとね、本当にあの、花粉とかね、黄砂とかでだいぶ苦労してますが、まあ、今日はね、昨日の夜からずっと雨が降ってったということで、えー、今日はまあ、マスクなしで話ができるんじゃないかなと思ってるんですけれども、まあ、とはいえね、こうして油断してるとですね、夜になってまあ、くしゃみが止まらず、鼻水止まらずでね、えー、そういった <laughs> 時もあったりするんですけれども、まあ、そういった中でね、コメントでマスクを外せっていうようなね、えー、コメントも届くんですが、えー、ちょっとね、この時期はまあ、花粉と黄砂の戦いなので、えー、その辺はね、 理解していただきたいなと。とまあ、そういうね。コメントされる方は多分その花粉とかでね。苦労されることはないんだろうなと思うのでね、えー、非常に羨ましく思います、えー、今日の動画はね。ちょっと3点、ちょっと皆様にね。お伝えしたいなと思っております。まず1点目なんですけれども、えー、先日のねライブ配信急な時間変更だったにもかかわらずね多くの方にご視聴いただきまして、本当にありがとうございます。 で、あのライブ配信が終わった直後にですね、ちょっとまあ、あの、その配信を見てた方から連絡が入りまして、あの、認定子ども園の安全性の件についてね、あの、僕が言ったことと勘違いしてる人がいますよというようなね、連絡が入りました。で、まあ、その後ね、僕のこのチャンネルのコメント欄にもね、そういった勘違いをされた方のコメントが入ってきてますので、ちょっとま、動画の方で説明させていただけたらなと思っております。 安全面のね、例え話の中で、小学校統合のね、話をしました。で、まあ当時なんですけども、まあ僕は保護者代表としてね、準備委員会に関わっていましたし、その中で、まあ、統合される小学校が川のそばにあるので、なんとかね、そこが災害時危険なんじゃないかということで、あの、まあ浸水エリアから外れたようなところに新設で新しい学校を建ててほしいというようなね、要望を保護者としてしていました。 で、まあ、なかなかね、やっぱり予算のこともあって難しいというのもありましたし、いろんな議論の中で、えー、まあ、執行部といいますか、まあ、教育委員会のね、考え方も示されたわけです。で、その中で、その安全性という部分で、やはりまあ、警報が出たらは、子供さんは、あのー、登校されませんし、というようなね、考え方であったりとか、またね、最悪垂直避難もできますし、というようなね、まあ、そういったね、考え方が示されていたわけですよ。 で、それが、そのままの考え方が今も継続されているのか、それとも変わっているのか。で、最近ね、危機管理官がね、あの、本当にしっかりね、その早めの避難の呼びかけとかね、取り組みをされているわけですから、でそういったところがどう強化されているのかっていうのも含めて、どういう考え方、あの当時から変わったのかっていうのが、もっと知りたかったというね、話をしたわけです。 だから僕はね、あの、要望した側なんですよ。要望した側で考え方を示した側ではないわけですよ。なんだけど、なんか僕が考え方を示した側に勘違いされてる方がおられるというね、話で、 なんでかなというところはあるんですけれども。まあ、ただそれはね、お前の説明不足だって言われてしまえばそうなんですが、ただでもね、ちゃんと理解してくださった方もおられて、その勘違いをされた方と理解をされた方の、どこがポイントだったのかっていうのがね、ちょっと正直わかんなくてですね、まあ今後もちょっとね、説明の中で伝える努力はしていきたいなとは思うんですが、ちょっとまだその改善点がね、現状ちょっと僕自身がわかってないので、しばらくね、こんな感じが続くかと思いますが、 その辺もね、ご理解いただいて、お付き合いいただけたらなと思います。またね、その、なぜかね、あの、地震の話をされる方もおられて、なんでかなーっていうね、ちょっとよくわかんなかったりとか、あとね、あの、よくあるパターンなんですけど、安全の話をしているのに、安心の話をされる方。 これね、まあ、全然別なんですよ。言葉に似てるけど。だからね、安全と安心ってよく勘違いされる方いて、で、話をごっちゃにするパターンってね、えー、あるんですけども、そこはね、ちゃんとあの、分けて考えないと、議論が議論にならないかな、と思っております。二つ目のお話はですね、このチャンネルの切り抜き動画についてです。え、このチャンネルの切り抜き動画があること自体は把握しております。 とはいえですね、どういった動画があるかとか、そういったことは全部は把握しきれておりません。まあ簡単に言うとですね、放置していました。それをね、全部チェックする時間もないですし、特にね、深く考えずに放置していたというね、まあ反省すべきところなんだろうなとは思っております。先日ね、いろんな方と話をする中で言われたことがですね、このチャンネルはお前の政治活動だよねと。 お前の政治活動が他人のね、金儲けの道具として使われていることを許していいのかと、そういったご指摘をいただきました。 まあ言われてみればその通りだよなと。そもそものきっかけがね、まあ議員の人が普段何をしているのか、そのまあ本会議とかね、そういったところ以外でどういった活動をしているのか知りたいということで、まあ始めたこのチャンネルなんですけれども、まあそれがね、全く見ず知らずの方のね、お金儲けに使われているっていうのはね、まあそれは確かに放置してはいけないんだなと。これはまあ確かに政治活動なので、そういったところはね、ちゃんと対応しないといけないんだなというふうに思いますので、 ま、今後についてはですね、基本的には、あ、あのー、切り抜き動画というか、あま、無断転載に関しては、あ禁止といいますか、あ許可をしないというふうにね、えー、そういった対応を取っていこうかなと思います。で、とはいえね、今からすぐにね、じゃあ削除令をいっぱい出すかっていうか、まあ、全体像も把握してないので、すぐすぐにこうできるものではないので、ちょっとずつね、えー、ま、目にすれば、あそういったところをしていこうかなと思っておりますし、まあ、この動画を見てくださったね、その、まあ、今、 切り抜き動画を作られている方がですね自主的に動画を落としていただけるとそういった対応をしていただけると一番助かりますのでよろしくお願いします最後の、ね、話になります今ですね三好市議会議員選挙が行われております、まあ、先日とね、また今日の午前中とね、選挙応援にね行ってきましたまたですね先週はね福山市議会議員選挙も行われていまして、まあ、知り合いがね立候補していましたので えー、まあ直接的なね、応援には行ってはないんですけれども、まあ頑張ってほしいなというふうにね、えー、すごい気になりながらね、見ていたという感じです。まあ結果は残念だったんですけれども、得票数を見るとですね、本当に頑張ったんだなというのがね、えー、よくわかりました。まあぜひね、次の選挙にも立候補してほしいなというふうには思っているんですけれども、 とはいえですね、まあ、その人の選挙というかね、そういったところを見ていて思うこともいっぱいあって、まあ、今回、福山でいうと、えー、投票率が、ね、41%ぐらいですよね。まあ、前回よりは上がったっていうことだったんですけれども、まあ、それでも41%かと思ってますし、まあ、今回の、ね、三好市議会議員選挙の投票率もどういうふうになるのかなというふうに感じております。 今ね、その秋田方氏がね、まあ、結構いろんな全国的に話題になってですね、本当にあの多くの方が政治に関心を持ったというのは、これはね、まあ、石丸市長、すごいなと思ってますし、これがですね、どういうふうな形になるのかっていうのが、すごく大事だなというふうに感じております。で、せっかくですね、ここまで皆さんが関心を持たれたというところを、 関心だけで終わらせると、本当にもったいないなと思っています。なので、ぜひとも、あの、まあ、こちらの動画を見ている方もですね、まあ、いろんな、興味関心を持たれてね、いろんなご意見をいただいておりますので、え、それも踏まえてですね、ぜひ、地元のね、自治体で、え、活動してほしいなと、心の底から思っております。 この、ね、秋田から市の YouTube をご覧になって、ですね、えー、選挙って大事だなと、議員選びって大事だなと感じた方っていうのはね、たくさんおられると思います。で、その思ったことを、ですねぜひですね地元の、まあ、自治体といいますか、地域でですね活動に生かしてほしいなと思っております。 で、まあ、活動の仕方っていうのはね、本当それぞれだと思いますし、まあ、実際僕の知り合いでもですね、そういったま、市民運動と言いますか、そういうことをやってる人っていうのはたくさんおられます。あの、議員と市民をね、近づける活動っていうのは、あいろんな方法があると思います。まあ、簡単なところで言うとね、自分の知り合い、例えば5人でも10人でも集めて、そこに、そのね、地元のその市議会議員でも保健会議員でもね、来てもらってですね、いろんな話を聞くとかね、自分たちの思いをぶつけるとかね、そういった活動なんてね、そんなに難しいことで ないと思いますしそういったことをするだけでもですねちょっとずつでも皆さんのお住まいの町っていうのはより良い方向に変わっていくと思いますのでぜひねそういった活動から始めていただきたいなとまたですねそういった中でよっしゃと思ってね自分が立候補するぞとそういうふうなことになっていけばいいかなと思いますそれはまあ確かにね選挙ってなった時によく言われるのが選択肢がないんだよってねそういったことをね言われる方もおられるんですけども もうそう思ったらね、最終的にはもう自分で出るしかないかなというのも、それも一つの選択肢としてね、ちゃんと、なんだろう、心の中に入れっておくということも大事なんじゃないかなというふうに思います。まあまあ、できることできないことはね、人それぞれありますので、自分のできる範囲でできることをちょっとずつやっておかないとですね、ただね、秋田方市の YouTube 中継を見て、このね、僕のチャンネルを見て、コメント欄に書き込むと、それですっきりしたって言ってたらね、世の中何も変わりません。 それはただのね、自己満足ということになりますので、ぜひとも、地元で活動していただきたいと。まあ中にはですね、その、この動画を見てね、秋田形はもうほっとけんと、もうちょっと秋田形に移り住んでですね、えー、選挙に出てやろうと、そういった方がね、まあおられるとね、非常に大歓迎です。大きなところで言うとね、国政選挙なんかもありますよね。えーまあ 自民党のね、裏金問題なんかも、なんかあれで幕引きされたらちょっとたまったもんじゃないなというふうに思っております。ただね、えー、そのお金を受け取った人たちがね、そのままね、次の選挙も通ってしまうようになればですね、あの人たちはきっと北斎んだろうなというふうに感じております。えー、皆さんがね、それを NO と言えるかどうかというのは、皆さん自身がね、えー、行動していかなければいけませんし、やはり投票率をね、上げていかないとそういったところも変わっていかないと思うので、 ぜひともね、そういった活動というのをね、皆さんの中でそういった輪を広げていただきたいなと思います。で秋田形がね、話題になってもう半年ぐらいになりますかね、去年の9月ぐらいから一気にちょっと話題になったという感じなんですけれども、えー、そろそろ皆さんのターンになってもいい頃じゃないかなと僕の中では思っております。ぜひともちょっとずつでも自分のできることを地元でね、活動していただきたいなと思っております。 それでは、あ今日はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。